はい、はい、一応芸歴11年目でやらせてもらってます。そうなんですよ、漢字で横浜、はい、カタカナで横浜で、はい、横浜横浜という名前でやってまして、はい、私が横浜市の磯子区出身の新村と申します。よろしくお願いします。ありがとうございます。磯子出身です。はい、私は横浜市の金沢区の区長をやってる上中です。よろしくお願いします。ありがとう。あなた打ち切りの区民ですか。打ち切りの区民、上中さんです。新村の上中です。よろしくお願いします。今日ちなみに、はい、横浜市内から来たよって方はどれぐらいいらっしゃいます？横浜市民の方、ああなるほど。全員で、ね、味方です。ありがとうございます。結構まばらでしたけどもね。我々ね、横浜横浜ってコンビ名ですからね、はい、横浜では知らない人がいないと豪語してるんですけども。でも本当そうですよ。はい、ちなみにちょっと聞いてみましょうか。聞いてみましょうか。我々横浜横浜ね、3年連続でここの総合 MC やってるんですよ。やってるんですけども、我々のこと見たことあるよって方手を挙げてください。さようなら。まだ始まったばっかりなので今日は以上です。バイバイじゃないですよ。回数進まなくなっちゃうよこれ。ないんですよ。次の人出てこれなくなっちゃうんだから。はい、行きましょう。今日は姉ちゃんとね、覚えて帰ってもらえればと思いますけれども、はいはい、一応僕たち浅い企画っていう事務所で、そうなんです。お笑い芸人やってまして、やってましてね、名前が漢字で横浜、カタカナで横浜で、横浜横浜っていうんですけど、そうなんですよ。まあいかにも売れなさそうなクソダサい名前じゃないですか。変な名前ですよ ね。横浜横浜って大胆な名前つけたと思いません？でもこの名前つけてくれたのが事務所の先輩の関根勤さんなんですよね。なんかね、そう言われるとちょっとセンスある名前なんじゃねえかと思い出すという人間の子は、なんで急にカッコつけたの？関根勤さんっていうのを聞いたからね。ね、ちょっとね、この名前になってからの横浜でしか活動ができない体にされてしまったんですけどもね。まあそのおかげでこうやってね、こういう舞台で MC やらせてもらってますから。今日はでも天気がいいですから、皆さん天気がいいです。2回言うってね。それ言われて皆さんどう答えていいか分からない。風が強いですから皆さん飛ばされないようにしてくださいね。皆さん元気ですか？イエーイ。今日誰見に来ました？ちなみに横浜横浜。我々には媚びを売っときましょう ね。すごいポジティブなんでね、申し訳ありませんけども、ね、我々には媚びを売っときましょう。聞こえてるようで申し訳ありませんけど、我々は皆さんの味方ですからね。ちなみに頼みますよ、今日最後までいる予定だよって方はどれぐらいいます？もう全員帰んじゃねえか。帰んの？ふざけんなよ。本当に？やばいじゃんね、これやばいじゃん。もう本当に？もう一回聞こうか。もう一回、多分ね、手挙げれなかったのちょっと恥ずかしくて。今日は一応18時ぐらいまでですかね。そう、18時ぐらいまであるんですけど、18時までいるよって方帰るじゃんって。2、3人しかいないけどね。2、3人しかいない。本当に？もうすぐ帰る予定だよって人どれぐらいですか？すぐ帰るの？はい。あんなに朝雨打たれてすぐ帰んの？じゃあそんなすぐ帰るなら挨拶もそこそこで大丈夫そうですね。なんでだよ、ちゃんとしろよ。そこそこは大丈夫そうですね。そうですか。まあでも短時間とはいえ熱中症とかは気をつけてくださいね。いや、本当にそうですよ。バタバタ倒れたらね、中止になっちゃいますからね。本当によろしくお願いいたしますね。じゃあ今日のですね、はい、出演者とかも軽く紹介したいと思います。じゃあ出演者はね、言いますから、それぞれ皆さん拍手でね、はい、応援してください。これとかそれによってね、ちょっとスタッフとかね、態度が変わったりしますから。そうです、そうです。誰を見に来たのかとかね、これで分かる気もしますもんね。拍手の大きさで分かったりもします。それではここで本日のラインナップをご紹介いたします。注目です。まずはトップバッター、はい、セラサスボーカリストワークスさん。はい、一応拍手を、一応皆さん拍手をね。あ、そうですね。はい、ありがとうございます。盛り上がってる感が出るんで。そして続いて2番手ですね、ジュノンスーパーボーヤナザーズ。これこの音量でさ、警備の人たちもどれぐらい警備すればいいかっていうのが分かったので、そう、気合が入るから、ね、気合が入るから、これでね。続いて3番手、はい、
スーパードラゴン。警備員さんここ重要ですね。警備員さんこれ警備員さんここやばいかもしれないですね。ここちょっとやばいですね、はい。そして続いてプリズマックス。ちょっと警備体制増やしましょうか。ここからね、ここら辺からちょっと人増やした方が良さそうですね、はいはいはい。そして続いて、はい、虹のコンキスタドール。こっから多分ファンの方がガラッと入れ替わるんでしょうね、きっとね。いや、まあ時間帯がね。そうですよね。もうね、こう、え、それ何時ですか、虹の虹のコンキスタドールさんはね、うん、ちょっと僕、わからないです、それは。なんでだよ。続いてしっかりしろよ。めくらないとわかんないと思ってこれ。めくれよ、じゃあ。じゃあこれ持ってみてください。やだよ。これ持ってみてください。いや、ちょっと協力体制でいきましょうよ、これは。協力体制でお願いします。これで皆さん参加してくださいね。はい、そして続いて、はい、D ガールズ。あ、もうでも後ろの方に多分もう待機してる感じですね、ちょっとね。そうですよ。 D ガールズさんが始まるぐらいの時は前の方に来そうですね、もう、はい。続いて OSU。 OSU、はい。続いてラストクエスチョン。私知ってるみたいな感じで拍手してますけども。続いて、はい、コーベリーズ。コーベリーズさん毎回出てますよね。毎回出てますね。神戸からいらっしゃってるんですよね、はい、コーベリーズさん。そしてガレット。暑いね。そして大鳥ですね。妄想キャリブレーション。はい、なってますよ。これはい、18時までいないと抽選やっても。そうなんですよ。しかも男性アイドルが男性アーティストさん用の商品、はい、景品がですね、結構いいものっていう風に。今日だから3組ですか、アーティスト、男性のアーティスト。そうですね、男性アーティストは3組ですかね。この3組の合わせのサインとかがなんかプレミア感は結構すごいんじゃないかみたいな裏で噂になってます。噂になってますよ。だけど18時までいないともらえないという。だからちょろっとどっか行って18時に帰ってくるのもありですから。何？メンバー出る？メンバー出る？メンバー出るのかな？どういうこと？メンバー出る？あ、その抽選会に？抽選会は、うん、最後の放送キャリブレーションの方が抽選をしてくれるんじゃないですか？確かそうだよね。多分そんな感じです。いかがですか？帰る？残る？残ってください。あ、これ全員の聞かなきゃダメかな。一人一人聞いていきましょう。これ一人一人聞いたから、一人一人聞いたらもう大変なことになっちゃうから。帰るか帰らないかをね、はい、統計取りたいところなんですけど。まあ統計取りたいところですけどもね、はい、はい。というわけで、あ、そうだ、1個だけ注意事項があって。さっきもあるな。僕喫煙所あっちって言ったんですよ。うちのテントを裏って言ったんですけど、うん、あっちじゃなくてこっち。いや、なんだよそれ。喫煙所タバコ吸ったあっち側なんで申し訳ありませんね。ちょっと変わったんで、はい、あっち側になりましたので。皆さんそれお願いします。あっちじゃなくてこっちです。よろしくお願いいたします。とても分かりやすかったと思います。うまく説明ができましたので、ね、よろしくお願いします。はい。いや、今日焼けそうっすね、でも。いや、焼けると思うよ。すごい焼けますね。風だけ強いだけで、本当にもうピーカンですから。今日私、日焼け止め忘れちゃったって人います？いや、なんでさ。うお、マジで？朝雨降ってたんだもん。そっか、やばいっすね。ふやけてたのよ。めちゃくちゃ焼けるじゃないですか、ね、やばいっすね。ふやけてたんだ。皆さん、お肌の手入れだけは忘れないようにお願いいたしますね。ねえ、はい、熱中症とお肌の手入れはね。肌の手入れだけはうるさいんですよ。そうですよね。あと、ゴミ集めたの好きです。さあ、それではゴミは私、トップバッターの。さあ、早速いきますよ、皆さん、はい、セラサスボーカリストワークスさんのご紹介をしたいと思います。行きましょう、はい、はい。声優であり、ボーカリストであるメンバーたちが活動する音楽集団でございますよ、ね、はい、皆さん毎年出てらっしゃいますね。そうですね、毎年出てらっしゃる、もう常連さんでいらっしゃいますから。はい、はい、で、ちなみにですね、その後の物販の方はですね、あちらの一番手前の皆さんの後方右側ですね、一番手前側の専用ブースの方でやられるということで、ファンとかもあり、はい、そういうのもありますので。後ろの方の方は聞こえてますか？あ、聞こえてらっしゃいますね。ありがとうございます。